面会交流を支援する民間団体の取り組みを公的に支援する体制をしっかりと構築すべきではないかと思います。面会交流を渋る同居親の気持ちに寄り添って不安を取り除いたり、面会時の安全を確保したりすべきであると思いますが、いかがでしょうか。将来的には全国の火災がある地域にすべて公的な面会交流センターを設置して、専属の専門員を配置すべきと思いますが、いかがでしょうか。石井大臣官房審議官。まさにその子の利益の観点から、離婚後も適切な親子の面会交流が行われることは極めて重要だというふうに認識をいたしているところでございます。で、厚生労働省では平成19年度から養育費相談支援センターを設置いたしまして、ここで養育費のみならず面会交流の相談にも応じているところでございます。その相談実績もまだ数は少のございますが、年々増えてきている、そういう状況にございます。また都道府県などを単位に設置をされました母子家庭等就業自立支援センターにおきましても、ここでは専門の相談員を配置し、養育費や面会交流の相談支援に応じておりまして、ここも相談実績は上がってきております。今後ともまだまだ専門の相談員を配置していない母子家庭等就業自立支援センターがございますので、そこでの配置を進めるとともに、相談員の人材が大切でございます。その人材養成のための研修や関係機関との連携など、この面会交流に関する相談支援体制の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。わかりました。さらに進めていただきたいと思います。